こんにちは、ゆうです。バズ・アのおじさんです。はい、今日誕生日の方おめでとうございます。はい、今日誕生日の方はぜひチャンネル登録高評価お願いします。はい、ちょっと変えました、挨拶を、最初の挨拶をね。はい、今日もサバカ、無課金サバカ柴犬丸やっていきたいと思います。はい、柴犬丸のね、石回収を、お手伝いくださりありがとうございました。はい、おかげさまでね、ウルバリンが引けたんですよね。ウルバリンが引けて、まぁ、ちょっと強調、裏強調、ちょっと練りに練ってるんですけどね、なんかがまた噛み合わへんのよね。はい。なんかはまた噛み合わないということで。はい。今日から、こちらですね。マーベルコラボガチャ、シーズン2ということで、シーズン 2? 後半書いてないやん、これ。ということで、はい。まあ、聞いていきたいんですけども、はい。石がないということで、ちょっとコロシアムのね、簡単なね、紹介、ちょっと美味しいんで、また同じような品性でちょっとね、回れたんで、そちらをご紹介しつつ、はい。最後に無料ガチャを秘めてじゃなく、引いて、はい。今回は終わりたいと思っております。それではパーティーご紹介します。はい、こちらですね。はい。もうアシスト向こうなんで、アシストのご紹介は割愛させていただきます。はい。ペニーパーカーに入り、ラチェン体制バランスキラー。バランスキラーは前回のままついておりました。はい。で、芝ドラも全部一緒ですね。超覚醒も、ちょうどつなぎ消しに、上限解放スキルチェーン2つが3体ですね。で、こちらエースですね。エースに超覚醒スキルプラス。で、ダメージ上限解放に悪魔キラー。で、フレンドさんのジョナサンは、7コンボ強化ですね。はい。超覚醒7コンボ強化に上限解放スキルチェーン2つですね。はい。それでは、じゃあバッチャ HP プラスです。それでは、挑戦する！はいはいはい。これだとね、ちょっとスキルが全然ちょっと足りないんですけど、はいはい。まず、はい、これで変身させてあげて、はい、こちらで、ペニーパーカーオンにして、はい、これは時の運もあるんですけど、全然これね、大丈夫なんで、はい。これ弱体化目覚めされるんですけど、はい、まあ、全然大丈夫です。はい。OK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 。はいはいはい、オッケー、よし。で、あと2ターンなんで、この弱体化目覚めが、怖かった場合とか、はい。はいはい、爆弾作られるんですけど、これで、エースで、ドロキを入れてあげて、はい。で、こちらで、で、シバドラ使ってあげて、はい。ここに爆弾か。どこに爆弾？ここに爆弾か、ちょっと待って。そんな難しいとこに作んなや。よしよし、はい、OK、はい、はい、OK。使う方間違えてもうたな、今。あ、大丈夫や、大丈夫。間違えて、間違えて。よしよし。はいはい。我が名はダークフェニックス。はい、了解です。で、無効貫通なんで、こちらを使って、ジョナサン使って。はい。まあまあまあ、回復したい方はね、全然回復してもらっても全然大丈夫なんで、はい。うまく回復できて、僕たまたまね、さっき回復をしてきただけなんで、はい。こんな感じですね。はいはい。で、ダーマルを、ルビーツバイハート。はい、これで、あと4ターンなんで。で、ヘイストかけてくれると。はい。で、まあ、水属性なんで、一応これあれつけとくか。危険しといて。あ、使う順番間違えたな。ペニパカーでいいか。そこら辺全然もう、ほんま、余裕で勝てるんで、はい。ぜひぜひぜひ。こんなんで、全部繋げちゃいます。はい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 。で、コンボ加算も入って、余裕ということで。はい、オッケー。で、一応ね、このダマルは6回上に、まあ置いといてもいいのかなっていう感じですね。はい。今回みたいね。ここで。はい。で、ここで若干無効貫通が2ターンなんですけど、ここのダマルを置いとくことによって、はい。上がってくるというね。はい。で、ここでジョナサン使ってあげて、波紋を込めてしてあげて、はい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 。まあ、これはあくまでもっとね、もっと早く回れる編成あると思うんですけど、はい。もし柴犬丸流ね、無課金アカウントをなんかがいろいろ欠けてたりとかするようにも、こんなんでも編成、周回できるよって感じなんで、あくまでも。はい。で、ペニーパーカーでロック解除します。はい。で、柴ドラ使って、で、この爆弾を、これでか。はい。で、コンボカさんも入るんで、10コンボも行くと。はいはい、オッケー。はいはい。はいはい。
で、さっきロック解除した分ね、もう全然火があるんで、はい。ここのロックあんま気にしなくていいですね。ここでもう、まあまあいいか。ここにしとくか。はいはいはい。相手貴族生なんで余裕ですね。はい。OK。で、ここからロック解除ができると、はい。次世代なんとかこと、ミュータントね。はいはい。ありがとうございます。で、ペニーパーカー使って、はい。で、シバドラ使って、これ上にね、もう繋がってる場合はね、もうちょっと投げし、ルーレットあんま気にしなくて大丈夫なんで、はい。はい、こんな感じで、はいはい、OK。ちょうどね、今、合ってたんですけど、全然気にしなくて大丈夫です。鼻かゆいはもうめっちゃ、飛行ね。ゴールドプラス。はいはい。ロックね。これね、例えばね、この、これ足りないと思うじゃないですか。この足りないと思ったやつを、エースとかで、ロックされてなかったらちょっと補えたりもできるんで、はい、もうなんか適当で全然、勝ちゃいいんですよね。はい。僕は勝ちゃいい派なんで、はいはい、これで。もうね、その完璧を求めてもしゃあないんでね、もう、それなりに回れたらまあええかなっていう感じなんで、はい。で、ここからもう6回じゃないんで、はい。お疲れ様でしたと、あと、お疲れ生でした。はい。で、ロック解除してあげて。はい。で、ここで、はいはいはい。よし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 。はい。はい、はい、はい。はいはいはい。水属性なんですよ、全然。あれで超根性なんで余裕っすね。不滅の体。はい、こっからも闇属性なんで全然大丈夫です。はい。はいはい。で、ここでも、なんか、これは回復が危ないとか怖いとかいう場合はね、全然消してあげても大丈夫なんで、はい。全然エースが10コンボ強化発動しなくても、こうやってね、勝てるんで。はい、お疲れ様でした。で、報酬がね、結構美味しいんでね、これ。はいはい、ほらほらほら。この僕ね、柴犬丸ね、全然潜在枠玉ドラがないんで、はい。僕、裏魔物の勝者でランク上げしないんで、全然ないんですよね。あと上限解放とか、スパノエとか、遅延とかも全然ないんで、ここ美味しいんで、ぜひぜひ皆さん、こんななんか、ほんまに出来損ないみたいな編成なんです、組み合わせなんですけど、全然回れるんで、ゆっくりやったら。タイム見てみましょうか、じゃあ。はい、5分。こんななんかベラベラ喋りながらでも5分程度で回れるんで、5分にしちゃ美味しすぎるんでね、この、余ったスタミナとか、ぜひペニーパーカー持ってらっしゃって、で、エースも持ってらっしゃったら、こんな感じでね、はい。簡単にクリアできるんで、エースの枠なんならその、適当にね、ダブル吸収、非属性吸収だけ吸収無効できれば、もう誰でもいけるんで、はい。ぜひぜひお試しください。ということで、ガチャいきます。はい、こちらですね、マーベルコラボガチャ後半、まず届いております。はい、後半ですね、10日目10日か。ログインスタンプか。はいはいはい。ログインスタンプね。はい。じゃ回していきますわ。もうええで。C&ハルクはええで。せめてダイヤね。せめて最低でも。ダイヤ、よいしょ！うん。いや、ちょっと待って、待って、待って、マジで。ペニー、こいつな、こいつって言うとまた、アベンジャーズの方に。はい。デッドプールか C ハルクしか出ないんですよね、僕、ほんまに。ほら。もう、なんか、どうなんしよう、この機体。じゃあ、クリア報酬。マーベルコラボガチャ。ここでね、カチン演出見せてほしいですね。それだ！お願いします！ああハスゲットやん、ベノム欲しかったんやん。そう。キャプテンマーベルがね、欲しかったんで、僕。はい。これめちゃくちゃ欲しかったんですよね。ちょっと、交換書見ていいですか、僕。はい。ごめん、これ、強化欄見てた。はい、はい、はい、はい。全然交換できると。はい、もう C ハルクさんが多すぎて、C ハルクさん2体いるんで、C ハルクさん1体出すとして、デッドプールも1体いるんで、なんなら武器1体で使い回しするとしたら、デッドプール2体に、ユリリ1体に、わー、これはいけそうやな。でもなんでこんな固まってるんやろうね。ほんまに、出るキャラ。で、ちょっと待って、僕の欲しい、こっちは？おー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 。いけそうやな。そうか、そうか、そうか。いけそうですね、これは。はい。で、ログインスタンプで、明日10個来ると。明日10個来ると、明日10個引こうか。明日10個引こうか。
はい、それではこの結果画面で終わりたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。はい、ね、皆さんもお疲れ様でした。まあ、10分、そんなにお時間はね、いただいてないと思うんですけど、見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひぜひ、こんななんか適当な、本当に芝ドラサイズ持ってればね、はい、適当に周回できるんで、あと、非属性リーダーとかですね、はい、いたらもう全然大丈夫なんで、はい。ぜひぜひ、皆さんも美味しいコロシアム周回して、ガチャいただいて、無料で、金卵出て、はい、もう絶望してください。それではね、皆さんもね、ぜひぜひコメント欄に、概要、どんなガチャ、今日の無料ガチャの結果はどんなやったよとかでね、ぜひぜひ皆さん結果を教えてください。あとそのね、キャプテンマーベルか、その、お姉さん、ダブルお姉さんか、どちらを交換したらいいかもぜひぜひ教えてください。皆さん的に。最悪フレンドさんに借りたらいいよ、みたいな感じとかあったりもするんでね、はい、キャプテンマーベルに関しては。そして、あと概要欄に、今、全国で11月30日まで販売している、はい、僕の、写真というか、まあ、いいプリントなんですけどね、はい、ブロマイドって言われるんですか、はい、そちらもあの概要欄に載せておくんで、ぜひぜひそちらも一度チェックしてみてください。それでは本当に終わりたいと思います。本当にお疲れ様でした。今回のお相手は私、ゆうでございました。バイバイ。